並木緑は、異文化理解、国際理解教育専門家。1962年3月、国際キリスト教大学英語学科卒業。1962年、日本テレビ放送網が、子供向けの教育番組、ロンパールームの日本版を立ち上げるにあたりいった、先生役を決めるオーディションに参加。英語が堪能な子供好きな人が応募の対象であり、500人もの応募者から、 先生役に選ばれる。その後世界各地のロンパールームの先生役とともに、ロンパールームの本家であるアメリカ合衆国、ニューヨークで数週間の番組研修を受け、正式に司会者としての活動を開始する。しかし、既婚者だった並木は、夫の海外への突然の転勤を理由に番組を降板。 2代目の先生を選ぶオーディションで一旦は、書類選考で落とされた内海緑を先生役に、スカウトしたとされている。その後ロンドンで11年、ニューヨークで5年の海外転勤生活を経て1981年に、帰国し、異文化教育カウンセラーとして、活動を開始。1983年、オフィスアイセックを立ち上げ、語学学習や海外での留学や生活に関連する。 カウンセリングの活動を行っている。1994年に、博報道教育振興財団主催の国際理解教育賞文部大臣奨励賞受賞。ありがとうございます。